カフ路面電車、アーボース・アーボースは、スペインのバスク州を拠点とする、鉄道車両メーカー・カフ社が展開している、超低床路面電車の製品群及びそのブランド。主にアーボース1、アーボース2、アーボース3までの3種といくつかの派生版に、大別される。1993年にセビリアメトロ向けに製造を、開始し、 1999年までに16編成を納入した。この時点では、主電動機や台車を含むコンポーネント部品はシーメンス製だったこともありシーメンスの完成車とデザインで大差は見られなかった。同様のデザインは1995年にリスボンでも採用された。その後カフはデザインから製造を一括して自社で担うことを決定した。初代モデルのウルボス一は、 自社の拠点があるビルバオトラムで2004年から2006年にかけて採用された。二代目のウルボスにはスペインの他の事業者に最新型となるウルボス3は世界各地で採用されるようになった。ビルバオのアーボース1このシリーズはビルバオトラムの事業者エウスコトランに納入されたのみである。トラムは1964年に一旦廃止されていたが、 2002年12月に復活2004年に延伸しているアーボース2の後継車両。現在はすべてアーボース3で展開されている。車両のイメージ付き本仕様は最高速度時速 70km で、低床の割合によって複数のバリエーションがある。機関は標準機とメーターゲージの2種に動力台車のある先頭の制御車、付随台車のある中間車、 台車のない中間車の3種を組み合わせて3両から、奇数単位で9両まで、自在にカスタマイズできる。車体幅は2300、2400、2650ミ、mm、リメートルの3種に、全長は23から56メートルに対応。先頭車は、両運転台のものと、ループ線などがあり、方向転換不要な路線用の、型運転台のものがある。客室設備は、 モジュール化されており、FRP 座面のモケットウムやレイアウト、ドア数は事業者によってカスタマイズ可能。パンタグラフは3両の場合、いずれかの先頭車 MC に5両以上の場合は中間車に設置される。終電方式は各電車線方式のほかに、オプションとして駅などに設置された河川からパンタグラフを介して動力を急速充電する電気二重層。 コンデンサユニット ACR 郊外部を一般列車として走行可能なトラムトレイン仕様。ヒューストンのアーボース LRV 既存モデルを北米市場向けの LRV 仕様にカスタマイズしたもの。三大車2連。ありがとうございます。